仮設住宅、仮設住宅、仮設住宅とは、自然災害などにより、居住できる住家を失い、自らの資金では住宅を新たに売ることのできない、人に対し、行政が対応する、仮の住宅。アメリカ合衆国では、国家安全保障省、デパートメント・オブ・ホーム・セキュリティ、DHS 所管の、フェデラル・エマージェンシー・マネージメント・エージェンシー、FEMA 等が、 担当官庁となる。災害発生時には、アメリカ陸軍工兵隊、ユナイテッドステーツアーミーコー c エンジニアズユーザスが被災した重要な公共施設の復旧、仮設住宅や発電機の設置を支援している。連邦組織管理庁の職員が被災地に向かうときは、アメリカ陸軍工兵隊の災害の専門家も一緒に被災地に派遣される。 2012年10月に発生したハリケーンサンディのアメリカ陸軍工兵隊の復旧計画では約51億ドルの予算措置のうち施設整備費が76%であった。アメリカではトレーラー型、トレーラーハウスの仮設住宅が活用されている。また、公営住宅制度によって被災者の住居問題を解決することも多い。イタリアイタリアの対応官庁 日本の行政用語では、応急仮設住宅という、略称は仮設。避難生活の最初期段階では大抵、被災者は集団で、体育館などの収容避難場所に避難し、寝泊まりすることになるが、隣人との仕切りといっても、せいぜい高さが数十センチから1メートル強程度の段類り1枚や、毛布1枚などでで隔てられているだけのことが多く、プライバシーが確保できず、 睡眠も浅くなり、まともな生活に必要な設備も備わっていない。これが、長期に及ぶと疲労が蓄積し、健康を害すので、仮設住宅が建設され被災者に提供されることになる。元の住居と全く無関係に部屋が割り振られると、元々の人と人のつながりやコミュニティが破壊されてしまい、孤立化してしまう傾向があるので、行政は、部屋の割り振りには被災者が属していた。 コミュニティ、元の居住区の近さも十分に考慮して部屋を割り当てる必要がある。仮設住宅は収容避難場所と比べればかなり良い環境であるにしても一般に数年暮らすほどには十分にプライバシーを確保できず手狭で十分には快適ではなく仮設住宅暮らしが長期に及ぶようでは被災者の何割かが体調を崩す。つまり仮設住宅というのは 被災者のためを思えば、基本的には、数ヶ月から一年、せいぜい二年程度の使用にしか耐えないと反されるので、行政は、仮設住宅が十分に建設、供給されたら、次の段階に入り、被災者に本格的な住宅を供給、再建するための方策を練り始めたり、調整を始める、必要がある。関東大震災では、非常に多くの家屋が消失したので、 仮設住宅が設置された。関連する法規は変遷してきている。現在、災害救助法の適用については、都道府県知事が、その適用の適否を判断し、着工は、災害の発生の日から20日以内としており、対応期間は完成の日から2年以内と規定されている。現在では、仮設住宅の一種として、民間賃貸住宅の借り上げ、みなし仮設も用いられている。 現在の日本では、主にプレハブ工法による、組み立てタイプとユニットタイプが用いられている。木造タイプが作られることもある。トレーラーハウスが用いられることもある。1923年の大正関東地震、関東大震災では、多くの家屋が消失したため、安国神社などに仮設住宅が設置された。その後、兵庫県南部地震、阪神、淡路大震災、 新潟県中越地震、東北地方太平洋沖地震、東日本大震災、福島第一原子力発電所事故でも設置されている。現在の日本では、主にプレハブ工法による、組み立てタイプとユニットタイプが用いられている。一般に仮設住宅というと、これを指すことが多い。仮設住宅は、公園や学校の校庭、 その他様々な理由で生じている空き地に設けられ、いずれの場合も本来の居住地から遠く離れる事例も多い。2017年4月1日より、東日本大震災の教訓から、仮設住宅1個あたり29.7平方メートルの規定を廃止して、都道府県が実情に合わせて広さや間取りを決められるようになり、価格は551万6千円となった。 2017年3月31日まで厚生労働省が災害救助法に準じて示している1個あたりの標準仕様は広さが29.7平方メートル、価格が238万7千円となっていた。それ以外の細かな仕様は被災地の都道府県に委ねられていた。インフラの破壊されている災害の起こった地域にて一度に早く安く、 大量に供給が求められる。そのため、都道府県が普段から業界と協定を結んでいる。ただし、立地、電気、水道、下水のインフラの整っている場所の大量の確保は、課題となるため、後日の諸問題が起こってくる。あまりに、大規模な災害の場合、業界の設備投資を超えての供給能力が問題となる。 大規模災害においては建設のスピード、建設用地の確保がしばしば問題となる。また、木材が手に入る場所では、木造仮設住宅が適するケースもある。通常は簡易な平屋建てのプレハブ仮設住宅が建てられることが多いが、東日本大震災では一度に需要が集中したため、従来の広法だけでは、期限内に建てられる仮設住宅の数が不足した。 その結果、様々な仮設住宅が提案、建設、設置された。また、リスク分散の観点からも多数の広報を役所と業界団体が協力して事前に準備することが望ましい。2011年6月、大島、気仙沼市の離島などでは、 アメリカ製のトレーラーハウスが東北地方太平洋沖地震の日本式の仮設住宅の代わりとして使用されることが決まった支援団体による二重の提供福島県日本松市ではログハウスの仮設住宅が建設された岩手県大土町ではロフト付木造仮設住宅も設置された宮城県小川町では平らな土地が少ない小川町に対応するため 海上コンテナを使用して日本の仮設住宅としては初の3階建て構造を実現した。1995年の兵庫県南部地震で神戸市は被災者に対する制約軽減の一環としてペットを連れての入居を禁止しなかった。2005年に動物愛護法、動物の愛護及び管理に関する法律が改正され災害時における動物救護対策の必要性が 国の方針に盛り込まれた。2011年の東北地方太平洋沖地震でも、被災地各県と地元獣医師会が連携して、被災動物の救援本部を設置した。兵庫県南部地震では入居者が、本来の居住地に関係なく、割り振られたことからコミュニティが分断、消滅してしまい、高齢者を中心に孤独死も発生した。そこで、新潟県中越地震以降は、 元の居住地ごとにまとまって入居できるような配慮も行われている。壁や窓が簡素であることからプライバシーが十分に確保できないといった問題も指摘された。仮設暮らしは体育館などでの段ボールなどで仕切った環境よりは良いのだが、さりとて本物の一般的な住宅ほど快適というわけではなく、震災後の復興支援がうまくいかず、 仮設住宅暮らしが1から2以上に及んでしまうと、仮設暮らしの環境の悪さによって健康に異常を、来たす居住者の割合が次第に増えていく。だが、仮設から簡単に脱出できるかというと、災害で唯一の大切な住宅を失い、仕事も失い、さらにすでに高齢になっている人は、予生のために高価な住宅を新たに購入して、長期のローンを組む輪にはいかず、 実際には、例えば70歳から80歳などで、ローン返済するために労働はできないので、銀行などがローンを認めない、結局何ら良い解決策や明るい未来が描けない、ままにあまり快適では、異いい環境である仮設住宅暮らしを続けざるを得なくなり、精神的に閉塞感に苛まれる人の割合が増えていく。また、年齢が若くローンを組むことができ新たな住宅を購入して、 仮説から出られたでも、すでに失った住宅の分と、新たな住宅の分と二重にローンを背負うことになり、過重な債務により、家計が成り立たず、家庭が崩壊したり、離婚に追い込まれたりといった事態に陥るという問題、控えている。これらに対して、個人に対しては、自然災害による被災者の債務整理に関する、ガイドライン、事業者に対しては、東日本大震災事業者、 再生支援機構法案があり、救済が図られている。東北地方太平洋沖地震における事例、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。